日本、鹿児島県鹿児島市、薬師薬師は、鹿児島県鹿児島市の町邸。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下、薬師馬場町、鹿児島市薬、島市薬師馬場町、鹿児島市薬師町。郵便番号は890-0042。人口は3211人、世帯数は1657世帯。薬師1丁目及び、薬師2丁目があり、薬師1丁目及び、 薬師二丁目の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中央部、高月川下流域に位置している。町域の北方には、城西、原良、南方には、西田、時和、東方には、高市、新正院長、西方には、時和町が接している。町域の北端に、鹿児島高等学校、西部には、鹿児島県立鶴丸高等学校があり、 生誕には、鹿児島市立西田小学校が所在している。鹿児島市四小場なしによれば、薬草園が現在の薬師町にあり、その園内に薬師様が祀られていたことに由来しているとされている。江戸時代には、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下のうちで、薬師場場町と称していた。西田町の北に魚物方、兵具方に勤める下級武士の死屋敷として作られ、 上級武士の屋敷も存在した。高市、馬場町との境界には、中の馬場、西には、薬師馬場がありその間を、長吉馬場が結んでいる。明治時代初期には、鹿児島不可のうちであり、氏族が多く居住しており、平民はわずか5%しか居住しておらず、武家町であった。 1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、 鹿児島郡五十町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの薬師馬場町は、鹿児島市の町、薬師馬場町となった。鹿児島の老いたちによれば、市政施向時の薬師町は、田畑が広がる地域であったと記述されている。1899年1月9日には、町名の解明が行われ、薬師馬場町より、馬場の字を取り、薬師町に改称した。 1913年2月に、鹿児島県立第一鹿児島中学校が、山下町から薬師町に移転し、同年7月には、西田尋常小学校が、西田町から薬師町に移転した。1923年には、鹿児島市会議員を務めていた、妻狩が定介が、文部大臣の許可を受け、鹿児島高等女学校を、薬師町に設立し、同年12月には、 高月川下半に、鹿児島実業学校が設立された。1929年には、シニア式町から、鹿児島和洋裁学校が、薬師町に移転した。第二次世界大戦中の1945年には、薬師町付近一帯に、アメリカ軍によって行われた空襲が行われ、8月17日に、鹿児島高等女学校と、鹿児島高等科生女学校、 8月6日に、鹿児島実業学校が校舎を消失する被害を受けた。1976年7月5日に、城西地区において、住居表示が実施されることとなった。住居表示の実施に伴い町域の再編が実施され、高市地、薬師町の一部より、薬師一丁目、薬師町、時和町、 西田町の一部より、薬師二丁目が設置され、薬師町の一部が、高市二丁目、城西一丁目及び、城西二丁目の一部となった。また、この町域再編に伴って、薬師町が廃止された。1987年には、薬師一丁目に所在していた、鹿児島城西高等学校が、敷地が手狭となったことから、日置郡住院町清富寺に移転した。 2015年11月9日に、薬師2丁目の一部が原料4丁目に編入され、同時に、薬師2丁目の外区番号等の変更が行われた。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。稲森和夫、ありがとうございます。